皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。皆さんこんにちは、ゆっくり魔理沙です。今回もゆっくり解説をやっていくぜ。高評価、チャンネル登録、拡散もよろしくね。今回からリコリスリコイルのキャラ解説を本格的にやっていくぜ。お願いします。誰かの期待に応えるために悲しくなるなんてつまんないって。居場所はある。お店のみんなとの時間を試してみない？それでもここが良ければ戻ってきたらいい。遅くない、まだ途中だよ。チャンスは必ず来る。その時したいことを選べばいい。ということで今回解説するのはリコリスリコイルの登場人物、錦木千里だぜ。リコリコの主人公ね。ということで解説していくぜ。錦木千里、リコリスリコイルの登場人物で主人公だぜ。いつも笑顔で明日より今日を楽しむ全力があるだぜ。喫茶リコリコの自称看板娘として親しまれる一方、実は史上最強と称される DA 屈指のファーストリコリスであり、わずか7歳の時に宮殿破盗事件を解決に導いたとしてリコリスたちの間では有名な存在となっているぜ。7歳の時点で超強かったのね。このような過去を持ちながら、日々明るく生きてるぜ。また、アラン機関の吉松真嗣からは殺しの天才と目されて炎上を受けているが、千里自身は何の天才であるかは気づいておらず、知らされてもいないぜ。天真爛漫で活発で自由奔放かつ明るい性格だぜ。また、彼女のその明るさは多くの人たちに影響を与えており、リコリコのお客さんも彼女の明るさに勇気づけられてる人物も多いぜ。てか千里は人に影響を与えすぎな気がするわ。DA に戻ることに躍起になっていた滝名の心のわだかまりを解いたり、育ての親の美香、仲間の水木、くるみにも影響を与えてるぜ。とにかくいろいろな人に影響を与えており、魔性の女と言えるぜ。だが、千里本人はいまいちその自覚が薄いらしく、好き勝手やってるぜ。おちゃらけた表面的な印象とは対照的に達観した一面も合わせ持っており、ひょうひょうとしたつかみどころのない振る舞いで本心を隠すことも多いぜ。てかむしろ他人にはあまり心を開かないわよね。一方で水木曰く、芝居が下手とのことで、実際、思ったことはすぐに顔に出てるぜ。だが、極端に嘘が下手というわけでもなさそうだぜ。それでも千里と付き合いが長いと彼女の嘘はわかるようで、美香や水木は千里の嘘をすぐに見抜いていたぜ。本来、彼女はリコリスとして殺しをしないといけないんだが、喫茶店のリコリコを経営し、DA からの依頼をあまり受けてないぜ。あまり DA の仕事をやってないみたいね。これに関して司令のクスノキに苦言を呈されてるが特に気にしてないぜ。逆に言えば、千里のわがままが通るほどの実力を千里が持ってることを意味するぜ。千里が DA の仕事をあまり積極的に受けない理由は殺す依頼だからのようだぜ。千里曰く、人を殺したり誰かの時間を奪うのは気分が良くないとのことで、リコリスにもかかわらず徹底した不殺主義を貫いてるぜ。どころか場合によっては敵の手当てまでするぜ。なので DA の仕事も相手を生け捕りにする任務か、よほど人命に関わる切迫した任務ぐらいしか受けなかったようだぜ。1話で千里が DA の任務に参加しようとしてたのは生け捕りが任務だったからなのね。また、リコリコは DA の支部ということなんだが、表向きは普通の喫茶店として勤務し、千里は凶悪犯を捕まえる以外の仕事もいっぱいやってるぜ。日本語学校の授業や幼稚園で働いたり、警察の手伝いをしたり、配達の仕事など積極的に困ってる人を助けてるぜ。また、自分の目の届く範囲であれば無償で手助けもするぜ。ただし、自分の目が届かないところまで人助けするほどお人よしでもないぜ。千里はできることは全力でやるけど、できないことは絶対にやらないわよね。そもそも千里が人助けをする根底の理由が、誰かに自分が存在したことを覚えていてほしいからで、決して博愛的な理由じゃないぜ。千里は自分が守れる範囲のものを守れたら満足で、世界のことなんてどうでもいいとすら思ってるぜ。あくまでも千里はしたいこと最優先で、彼女は人助けが生きがいなんだろうぜ。また、自分のせいで他人が苦しむのは非常にいやらしく、そうなった場合は一人で消えようとする悪癖もあるぜ。自分をないがしろにするのは千里の悪い癖よね。他人の気持ちに寄り添えるとても優しい性格で、それゆえに町の人たちに千里は愛されてるぜ。リコリコ常連の漫画家の伊藤が描いてる漫画の主人公のモデルは千里らしいぜ。食事が好きらしく、本人曰く、人が食べれる回数は決まってるから全ての食事は楽しく美味しく幸せであれとのことだぜ。描写を見る限り甘党のようだな。また、親しい相手に対しては割と口が悪く、さらっと毒を吐くぜ。
千里はなんていうか、すべてを照らす太陽のような存在よね。勝負ごとになると基本的に負けず嫌いで意地悪だぜ。ゲームでも負けまくった時はめちゃくちゃ悔しがってたし、じゃんけんでも自分の洞察力の高さを利用してたキナをフルボッコにしてたぜ。ゲーム全般はあまり得意ではなさそうだぜ。絵に関しては下手というわけではないんだが、漫画風の絵を描いてしまうため、模写の類は苦手だぜ。USB がわからなかったり、地頭はいいものの、一般常識の類はあまり覚えれてないようだぜ。描写を見る限り、海が好きらしいな。水族館の年パスも持ってるぜ。車の運転もできるようだな。千里ってバカなのか賢いのかよくわからないのよね。スプラッタな洋画が好きらしく、部屋に DVD がいっぱいあるぜ。滝なにめっちゃ映画おすすめまくってるようだぜ。部屋は忍者屋敷のようになっており、複数のセーフハウスを持ってるぜ。片付けは苦手のようで、部屋は基本散らかってるぜ。また注射が苦手で健康診断を行くのを渋るのは注射が怖いからのようだぜ。いわく、体に異物を入れられるのが嫌とのことだぜ。また、ライセンス更新を渋るなど、DA 関連だとわがままな面が目立つぜ。料理はできるようだが、滝名が千里の家に住んだ時は滝名に料理を任せっぱなしだったぜ。また、リコリコのオリジナルメニューで千里スペシャルというメニューがあり、豪快な見た目で味もうまいらしいな。でも千里スペシャルはもうからないらしいわね。千里スペシャルはめちゃくちゃ素材を持ってる上に千里の気分でさらに増量してしまうため、味はいいし人気は高いもののもうからないようだぜ。それでなくてもクリーナーを使ったり、非殺傷弾で金がめっちゃかかってるため、リコリコは赤字状態で金遣いはかなり荒いことが伺えるぜ。千里は独立してると言ってた割に DA からの支援金に頼っており、さすがに滝名も苦言を呈していたぜ。しかも赤字だし、そりゃ DA の仕事はサボり気味のくせに金は支援受けてるとかさすがに勝手すぎよね。名前の由来は植物の錦木と、錦木塚物語の専属の錦木から来てるらしいぜ。キャラクターの名前はそれぞれの初期イメージに合った花言葉を持つ花から付けられてるらしく、千里の名字にもなっている錦木の花言葉はあなたの魅力を心に刻む、危険な遊びなどだな。千里の自分の存在を誰かに刻もうとする姿や危なっかしくも魅力溢れてるなどぴったりな花言葉だな。彼女の名前はミカが付けたようだな。千里を中心にリコリコは動いてるため、千里がリコリコのチームリーダーと言えるぜ。花言葉とイメージがぴったりよね。ちなみに千里はやたらお色気シーンが多いぜ。逆に滝名はお色気シーンは少なく、対照的だな。彼女の心臓は人工心臓で、7歳の時には人工心臓だったようだぜ。どうやら、生まれつき高い洞察眼を持っていたようだが、先天性の心疾患を患っており、7歳のうちに亡くなる予定だったようだぜ。だが、吉松の支援によって人工心臓を移植されたぜ。アラン機関の吉松に支援されたことで、その証としてフクロウのペンダントを持ってるぜ。人工心臓は充電式らしく、定期的に充電してるようだな。千里はこのペンダントに愛着を持ってるようだったわね。千里は吉松の顔を覚えてなかったが、彼の救世主という言葉は覚えており、自分も吉松のように誰かを助けられるような人間になろうと思ったようだぜ。だが、吉松は千里に殺しをすることを望んでおり、お互いの気持ちがこの時点で完全にすれ違っていたぜ。ミカは千里の気持ちを汲み、彼女を後押ししたぜ。彼女がどこか達観した面があったのは一度死ぬはずだったところから命を救われたからのようだな。千里って心の変化が少ないわよね。千里はすでに完成された主人公なんだよな。仮面ライダーダブルの左翔太郎と同じタイプだぜ。殺さずの信念や心構えは完全に完成されており、周りに影響を与えるタイプの主人公だぜ。逆に成長する主人公は滝名と言えるな。それゆえに千里自身の成長はあまり描かれてないぜ。余談だが、彼女は推しは強いが推しには弱いらしく、普段は滝名を振り回してるのに滝名に詰め寄られた時は従順だったぜ。翔太郎と千里が似てるってのはちょいちょい言われてるわよね。ということでここからは彼女の主な対人関係について話していくぜ。お願いします。滝名は相棒であり、親友だぜ。最初は千里が滝名と積極的に関わっていたぜ。彼女に次に進む提案をしたり、元気づけたりしてたぜ。話が進むにつれ、むしろ滝名の方が千里に対する愛の重さを見せるようになってるぜ。滝名と出会えたことが心底嬉しかったらしく、滝名のことを話してる描写も多いぜ。千里にとってはおそらく、初めての友達だったんだろうぜ。
千里は滝名のことが大好きなのが見ていてわかるわよね。ミカは育ての親であり、名付け親だぜ。彼のことを先生と呼んでおり、父のように接してるぜ。付き合いが長いだけにお互いのことをよく知ってるぜ。まあ、ミカは千里に結構隠し事をしてるんだがな。千里にとってミカは特別らしく、ミカには自分の弱いところを見せたり、一緒にいることにこだわっていたぜ。血のつながりはないが、この二人の関係は親子そのものだぜ。やっぱ海の親より育ての親よね。水木ともミカ同様、付き合いが長く、仲がいいようだぜ。普段は水木に悪態をついてることが多いがな。また、水木は良くも悪くも他人に対して自然体で接するため、千里からしてもありがたいらしく、水木にも弱い部分を見せることがあるぜ。水木も千里に対しては雑に接してる描写が目立つが、なんだかんだで千里が好きらしく、彼女を手助けすることが多いぜ。そうね、くるみとはよくゲームで遊んでるようだぜ。描写を見る限り、くるみに負けまくってるようだな。主要メンバーの中だと目立った絡みは少なめだが、ところどころで仲が良さそうにしてる描写が見られるぜ。また、くるみも滝名ほど描写されてないものの、千里の影響を強く受けてるようだぜ。千里を助けるためにくるみも必死になってたしな。この二人は確かに目立った絡みは多くないわね。ふきとは幼い頃から一緒にいたらしく、千里にとっては幼馴染み、あるいは姉妹のような存在と言えるぜ。お互い悪態をつくことが多く、特に初期の頃は仲が悪そうだったぜ。だが、言うてもそれほど険悪な関係でもなく、お互いの理解度は付き合いが長いだけあって高いぜ。なのでどちらかというとこの二人は仲良しと言えるな。ふきは千里に対してかなりツンデレだぜ。誕生日が一日千里の方が早いのよね。クスノキのことは悪態をついてるものの、彼女に褒められると喜ぶ描写があり、なんだかんだで敬意を払ってるようだぜ。クスノキも千里のことを生意気だが優秀なやつと評価したり、彼女を気遣う描写もあるぜ。また、トイレで考え込む姿勢がそっくりであり、ミカとは違った意味で親子関係のようだぜ。クスノキは千里の母親代わりみたいなもんかもね。吉松のことは後に命の恩人だと知ることになり、彼に感謝してたぜ。だが、彼の真意を知った時は少なからず失望していたようだぜ。それでも吉松に対する感謝の気持ちは消えてなかったぜ。結局、吉松とは分かり合うことはなく、吉松から与えられた使命を放棄し、最終的に決別することになったぜ。吉松との関係は複雑よね。真島とは敵同士だが、性格面がどこか似てるぜ。実際、映画の話で盛り上がっていたぜ。また、千里は真島の考えにある程度理解してるのか、真島の考えそのものを否定してなかったりするぜ。さすがに自分と一緒にされるのはいやらしいがな。電波塔事件で一度交戦してるが、千里は覚えてなかったぜ。この二人の関係はサイコパスの鴻上と牧島を思わせるぜ。千里の主な対人関係はこんな感じね。ということでここからは彼女の能力を解説していくぜ。お願いします。彼女は類稀なる動体視力と身体能力を持ち、相手の照準と射線を正確に読み取って回避したり、数人の敵をたった一人で無力化できるぜ。特に回避に関しては至近距離から放たれたアサルトライフルの装射が一発も命中しないほどだぜ。このように観察力が非常に高く、相手の服や筋肉の動きを見て次の行動を予測することができるぜ。この回避性能の高さは異常でマジで攻撃が当たらないぜ。最強のリコリスと言われてるだけあってクソ強いわね。この能力の副産物でじゃんけんがクソ強く、アイコになった瞬間、千里の勝ちがほぼ確定してしまうぜ。クスノキからも、至近距離でも千里を当てるのは難しいと高く評価されてるぜ。一方で、波の人間以上に視覚に頼った戦い方をするため、視界を何らかの方法で潰されると無力になるという弱点があるぜ。だが、千里本人が言ったように、視覚を封じられるとほとんどの人は無力になるため、千里に限った弱点ではないぜ。他にも人質を取られた場合も弱く、人質を取られると守らざるを得ないため、得意の回避ができず、攻撃が当たってしまうぜ。そうね、射撃では近接戦闘用の技術であるセンターアクシズリロックシステムを多用し、格闘戦も結構行うぜ。というか、ぶっちゃけ本作はガンアクションなのに千里の場合は接近戦の方が得意だぜ。遠距離主体で戦う滝名とは真逆だな。跳躍力やスタミナなど身体能力が全体的に高く、体力測定で圧倒的な結果を叩き出していたぜ。キックで壁をぶち破るなどとんでもない馬鹿力だぜ。壁ありなら片手で逆立ちもできるぜ。
まるで東京グールの有馬みたいね。また、体がとんでもなく頑丈で車に轢かれても無傷だった上に真島にバカスカ殴られた時もほとんどダメージを受けてなかったぜ。銃弾を食らったらさすがに大ダメージを受けてたがな。不殺を貫いてるが博愛主義ではないため、相手を痛めつけることに一切の抵抗がなく、殺さない範囲なら割と容赦なく痛めつけるため、滝波打ちすぎを注意されてるぜ。久里は割と容赦ないわよね。デトニクスコンバットマスター。彼女のメインウェポンだぜ。リコリスのカバンは装備を入れる箱で、箱の中に入れてるぜ。千里の銃は改良したもので、装填できる弾は6発プラス1発だぜ。この銃は吉松からもらったものだぜ。千里の銃はストライクフェイスを銃口に装着しており、銃口が標的に接触していても動作不良を起こさないようになっているぜ。長年使い続けており、吉松の贈り物ということもあって思い入れ深い銃でもあるようだな。デトニクスコンバットマスターという名前がかっこいいわね。必殺小弾。一言で言うとゴム弾だぜ。ミカに作ってもらったもので、命中すると赤い粉末が飛び散り、それはまるで彼岸花のようだぜ。車のボディを貫通するほどの威力があるが、人間を殺すことはできず、当たると死ぬほど痛いらしいぜ。相手を殺さずに無力化する性能の代価として、弾道がまっすぐ進まずに乱れてしまうという弱点があり、千里は近づかないとまともに当てることができないぜ。この弾は実質千里専用ね。また、この日殺傷弾を抜きにしても千里は滝名よりも射撃性能が劣っていることが節々で描写されてるぜ。庭では遠くのドローンを当てれる自信がないといい、滝名に任せたり、真島にも射撃は滝名以下とはっきり言われてたぜ。それでも高い動体視力を有するがゆえにある程度遠くの人間を当てれるほか、ノールックで相手に弾を当てることもできるため、千里の射撃性能はむしろ高いぜ。射撃に関しては相棒の滝名がすごすぎなんだよな。相手がゴム弾を通さない防弾を着てる場合は実弾も使うことがあるぜ。ゴム弾使ってもハンデになることがほとんどないわよね。高速用銃、ワイヤーを発射して対象を壁に縫い止めたり、縛り上げたりする銃型の高速具だぜ。だが、後半からは滝名の方が使ってたりするぜ。過去回想ではグロック17、11話ではケルティックショットガンを使用してたぜ。千里の能力の解説はこんな感じね。ということでここからは彼女の終盤の活躍を話していくぜ。お願いします。姫カバによって人工心臓の充電機能を壊され、余命2ヶ月になってしまったぜ。その後は滝名と二人で出かけ、滝名は千里を助けるために DA に戻ることになったぜ。その後は自分のために時間を無駄にして欲しくなかった千里はリコリコ閉店を宣言し、くるみ、水木と別れたぜ。その後はミカの前で晴れ着を着てたな。そして、ミカから吉松のことを聞くぜ。その後はロボタによって吉松が真島たちに捕まってることを知り、宮殿パ島に向かったぜ。そこで真島と対決するのよね。敵を蹴散らし真島と対決するが、死角を潰され苦戦するぜ。だが、滝名の助けによってなんとか真島を無力化したぜ。その後は吉松によって非殺傷弾を取り上げられ、滝名の命か吉松の命かを選択させられるぜ。千里は滝名を助けることを選び、実弾で吉松を撃ったぜ。吉松は死なず、ペンダントを返し、非殺傷弾を取り戻し、姫カバを撃ち、姫カバと吉松を逃がしたぜ。そして、吉松の持ってる千里用に用意してた人工心臓を奪おうとする滝名を止めたぜ。このシーンは悲しかったわね。その後は円空木に行き、吹き立ちリコリスを助け、事態を収束できたぜ。そして、真島によって滝名たちは追い払われ、一対一の最終決戦になるぜ。追い詰められるが、滝名が駆けつけたことで覚悟を決め、真島を吹っ飛ばし、勝利したぜ。千里は落下しかけるが、滝名が助けたぜ。その後は三日が吉松から人工心臓を手に入れ、千里に移植されたことで千里は余命を引き延ばせたぜ。でも千里はそのことを知らずに逃亡したのよね。千里はもう死ぬと思ってたので一人で死ぬために逃亡し、宮古島に行ってたぜ。だが、結局死なないことに気がつき、最終的に滝名に捕まったぜ。滝名と話した後、再び吉松からもらったペンダントを投げ捨て、滝名たちと共に諦めていたことを始めることにしたぜ。そして、リコリコメンバーでハワイに行き、店を開いていたぜ。おそらくバカンスと一時的な出張だと思われるぜ。これで千里の解説は終わりね。総括すると彼女は優しく明るい人物だぜ。その魅力的なキャラクターゆえに非常に高い人気を誇るぜ。そうね。
ということで錦木千里の解説は終わりだぜ。チャンネル登録、指摘やコメント、ツイッターのフォローもよろしくね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。